俺はゲン、大手お菓子メーカーで技術者をしている。よし、昨日よりも効率化できたぞ。この瞬間がたまんないんだよな。生産ラインのエンジニアはゲーム好きな俺の天職。休日は新作ゲームのやり込み。やっぱモナファンは全シリーズ外れがないな。来年発売のモナファン14が楽しみだ。モナリザファンタジーは俺が小学生の頃からある人気タイトルだ。必死で努力し大手企業に入社できたおかげでゲームを好きなだけ買えるようになった。こっちは通常版限定版、これは店舗限定バージョン。これは全部俺の勲章のようなものだ。あ、なに父さん、ケンカ元気にやってるか。やってるよ。なんか用？いや、今度の年末は帰れそうか。あ、いや、仕事の予定まだわかんないから。忙しいのか。母さんもゲンの顔見たがってるから。ごめん、明日早いからもう起きる。はあ、盛り上がってたのに冷めたじゃん。よりによってモナファンやってる時に親父の声なんか聞きたくなかったぜ。俺の実家は超ド貧乏。モナファン3クリアした？あれ、今アイテム完封中。ゲームは？うちはそもそもゲーム機本体がないから。マジ？今時？何して遊んでんの？ゲンって漫画も全然知らないよね。俺もモナファンやりたいよ。お願い、モナファンと本体買って。ゲン、お父さんを困らせちゃダメよ。まあまあ、ゲンがそんなにねだるなんて初めてじゃないか。わかった、お父さん明日買ってくるよ。本当に？やったー、俺もみんなとモナファンの話ができる。しかし、なにこれ、昔のモナファンじゃん。中古だし。俺が欲しいのは最新作の3。しかもソフトだけ買ってきても遊べないよ。ごめん。さらに最悪なことに学校では。ゲーム、昨日おもちゃ屋でお前の父ちゃん土下座してたぞ。あと1000円、いや100円ってずっと叫んでて笑っちゃった。中古を値引きで買うとかどんだけ貧乏なんだよ。新作買わないなんてファンじゃないよね。ゲーム、お父さんにお礼言ったの？なんでお礼なんか。絶対やだよ。お父さんがどんな思いで買ってくれたと思ってるの。中古屋で土下座してたって学校でバカにされたんだよ。もうみんな貧乏人の俺と遊んでくれないよ。なんで俺だけこんな目に遭うんだよ。ゲン、待って。いいよ、俺が悪かったんだよ。貧乏なこの家も惨めな父親も全部嫌いだ。その後高校を出て即就職し、今では好きなゲームの最新作をいつでも楽しめる。俺は自分で幸せな環境を手に入れたんだ。誰が今更実家なんか帰るか。そんな時、今日から働く鉄、俺の弟だ。よろしくお願いします。コネ入社？あの柳専務がそんなことするなんて。鉄にはどんなに厳しくしてもいいという条件で入ってもらった。玄君、鉄の教育係を頼むよ。俺ですか？お願いします。なんで俺が15歳も年上に指導しなきゃなんないんだよ。鉄さんは想像通り全く仕事ができなかった。前職が肉体労働だったもんで。なんでエンジニアになろうと思ったんですか？どうしてもお給料がいいところに入りたくて兄貴に土下座したんです。お願いします。土下座、嫌なこと思い出させんなっつーの。いい年して兄弟の世話になって、こういう人がずっと独身なんだな。俺も気をつけよう。仕事が終わり、このお菓子はどうするんですか？ああ、それは全部廃棄です。じゃあ俺もらっていいですか？やった。お菓子に目を輝かせる45歳、ドン引き。いやー、これだけあったら節約できるぞ。嬉しいな。あの、そんなにお金ないんですか？はい、もうカツカツで。うわー、あー、鉄さんのせいで余計疲れた。ピヨン、あー、本当に帰ってこないのか？いらー、わかった、鉄さんへの嫌悪感はあの人が親父にそっくりだからだ。あの締まりのない顔、さっさと教育係を終えたい。そんなある日、生産ラインの確認業務で出張することに。鉄さんと一緒に。ゲンさん知ってます？職場近くのスーパーって惣菜がめっちゃ安いんですよ。お店のレンジ借りれば電気代も節約になるし、お箸ももらえるし。関係ない話はやめてもらえますか？今から行くのはあなたの新人研修でもあるんですよ。すいません。やる気あんのかよ、このおっさん。最
幸い出張はトラブルもなく無事終了。もう恥かかなくてよかった。お、あれってお昼にいただいたお弁当ですか？はい、今日の会議に来られなかった方の分です。この後どうするんです？そうですね、事務所の人で分けるか、もらう人がいなかったら廃棄。じゃあ俺にください。余ってるの全部。ダメですよ、恥ずかしいことしないでください。すいません、もったいないと思って。善意で用意していただいたものにたかるなんてずうずうしいと思わないんですか？まあまあ、私たちは気にしませんから。結局弁当は持ち帰らなかった。気まず、俺もカットなりすぎたかな。鉄さんの節約精神はいいことだと思います。ただ仕事には持ち込まない方がいいですよ、今後のためにも。はい、すいません、お恥ずかしいです。なんでそんなに節約にこだわるんです？高い給料が目当てでうちに転職したんでしょ？だったらもう節約する必要ないじゃないですか。あー、実は節約はうちの子たちのためなんですよ。子供？はい、5人兄弟でして。5人？前職の給料じゃ生活するだけでギリギリで、子供たちにおもちゃも買ってやれないし、習い事もさせてあげられなくて。だからお菓子であんなに喜んでたのか。でもそんなの我慢させればいいじゃないですか、何も転職までしなくても。それがね、子供が小学校で貧乏人の子だって言われて泣いて帰ってきたんです。え、最新のゲームとか漫画の話についていけなくて仲間外れにされたって聞いて、情けなくて申し訳なくて。俺と一緒だ。だから恥を捨てて兄に頼んだんです。不思議なもんで、子供のためなら土下座なんてちっとも恥ずかしくないんですよ。お父さんの給料が上がったって聞いて子供たちも大喜びで。ねえ、モナファン30買ってくれる？ああ、約束だ。でもモナッチがないと遊べないよ。じゃあモナッチも買ってやる。やったー、みんなで遊ぼうね。モナファンですか？そうです。にしても子供のゲームって高いですね。安請け合いしちゃったけど価格見てびっくりしました。中古でもあんなに高いなんて。あ、そうですね。なにこれ、昔のモナファンじゃん、中古だし。でも子供たちがゲームを受け取って喜ぶ顔を想像したら何でも頑張れるんです。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。あ、はい、俺の方こそ。あの時の親父も鉄さんみたいに。やったー、ゲンが欲しがってるゲームやっと手に入った。ゲン待ってろよ。なのにあの頃の俺は親父に。そうだ、翌日、鉄さんちょっといいですか？はい、何でしょう？これお子さんが欲しがってるモナファン13です。よかったらお子さんにどうぞ。こっちはモナッチ本体じゃん。家に限定版とかたくさんあるんで、使ってない方をお譲りします。でもそんないただくわけには。それがあればもう節約しなくて済むでしょ。また出張先であんなことされたら困りますから。それと個人的にお礼もしたいし。鉄さんのおかげで気づけたことがあるんです。はあ、早くそれしまってきてください。休憩終わっちゃうでしょ。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。仕事で必ずお返しします。その晩、あ、鉄さんからだ。ゲンさん、ありがとう。そんなに嬉しかったのか。喧嘩せずに遊べよ。あ、もしもし。あー、父さん。うん、来月だけどさ、久しぶりに帰ろうかと思うんだ。